今日の達人の道は、達人の道が放送されている千葉、神奈川、埼玉の市町村、その数なんと150。本日は我が町自慢の達人第4弾、他から始まってどこまで放送できるでしょう。生島博士達人の道、今日の達人は、千葉、神奈川、埼玉で放送されている達人の道、3県にある市町村の数は150。それぞれ自慢したいことがあるはず。そこで本日もどこまで行けるか分かりませんが、前回の放送から家業に突入しましたよ。自慢は役場、観光協会、町の人、番組スタッフの友人知人など割とざっくり聞いて、番組が勝手にチョイスしました。ご了承ください。それでは早速 Here we go。 トップバッターは埼玉県春日部市。春日部市は埼玉県東部にある市。江戸時代は日光街道の宿場町として栄えました。自慢は何といっても牛島の富士、国の特別天然記念物に指定されています。牛島の富士は紫富士の巨木で、園芸品種としては日本最大、全体の根回りは 9.2 メートルもあるんです。毎年4月下旬から5月上旬にかけて開花し、花の最盛期には花房の長さが最長 2.7 メートルにも達し、たくさんの花見客でにぎわいます。樹齢は1000年とも1200年とも言われ、伝承によると弘法大師のお手植えと伝えられています。夏の自慢は麦わら帽子。夏の風物詩ともなっている麦わらや麦わら帽子は夏の季語になっています。麦やわらで編んでいるので空気をよく通し、帽子内にこもりがちな熱をよく放出できるので、湿度の高い日本の夏の日よけに最適。春日部市から甲子園出場チームが出ると麦わら帽子をかぶって応援します。春日部市は麦農家が多く、副業として真田紐を作り始めたことから麦わら帽子を製造するようになりました。新春の自慢は羽子板。羽子板は室町時代、羽根付きの道具として用いられていましたが、徐々に厄払いとしても使われるようになり、魔除けとしてお正月に女性へ送る習慣ができました。江戸時代に入ると歌舞伎役者などをかたどった教え羽子板が流行。春日部市はこの教え羽子板の生産が盛んで、年の瀬には羽子板市が開催されます。続いては埼玉県加須市。加須市は埼玉県の北東部に位置する市。自慢は何といっても鯉のぼりの生産数が日本一なこと。日本の伝統行事である端午の節句、大切に守っていきたいですよね。男の子の出世と健康を願って、家庭の庭先で飾られた紙、布、不織布などに鯉の絵柄を描き、風をはらませてなびかせる吹き流しを鯉の形に模して作った鯉のぼり。第二次世界大戦前から鯉のぼりの生産量では日本一を誇ってきた加須市では、1988年2月に長さ100メートル、重さ350キロの鯉のぼりを作り、全長世界一の大きさで有名になりました。毎年5月に開催する市民平和祭りで、利根川河川敷にその雄姿を見せてくれます。食はもちろん加須うどん。加須市で栽培が盛んな小麦粉を使用し、手こね、足踏みと寝かせを通常の2倍ほど行い、切った後にごく短い時間だけ棒にかけて干します。コシが強いのが特徴です。お店では盛りうどんで食べるのが一般的ですが、野菜天ぷら付きの盛りうどんを頼むお客さんも多いそう。丼に入ったうどんの上にかき揚げが乗り、めんつゆとともに出てくるスタイルもあります。
次は千葉県に移り勝浦市。勝浦市は千葉県南東部に位置する太平洋に面した市。勝浦漁港は銚子漁港に次ぐ千葉県下2位の漁獲量を誇ります。古くから漁師町として栄えてきました。勝浦海中公園は市民憩いの場でもあり、観光客も多く訪れます。海岸線のほとんどはリアス式海岸で、南房総国定公園に指定されています。自慢は勝浦の朝市。勝浦の朝市は安土桃山時代の天正19年、徳川家康の江戸入府に伴って勝浦に入った上村土佐守康忠によって始められ、日本三大朝市の一つに数えられています。主に出店されているのは地元農家が栽培した野菜や勝浦漁港など地元で水揚げされた海産物、干物などの加工品。毎週水曜日が定休日ですが、お盆と年末は水曜日でも営業しています。ほとんどのお店が早朝5時頃から午前11時頃まで営業しています。ビッグひな祭りも自慢。勝浦ビッグひな祭りは2月下旬から3月上旬にかけ開催される節句イベント。勝浦市役所や JR 勝浦駅などの公共施設、商店街の各店舗などにひな壇が設置され、富崎神社では参道の石階段60段におよそ1200体のひな人形が飾られます。夜にはライトアップされ、幻想的な空間が勝浦の街に広がります。続いても千葉県香取市。香取市は千葉県北東部の市。水郷と呼ばれる利根川付近の都市の一つで、香取神宮の門前町。香取神宮は武神を祀っていることで有名な神社なので、茨城県の鹿島神宮を擁する鹿島市と深い関係があります。自慢は佐原の町並み。松下町の歴史的景観を残す町並みは重要伝統的建造物群保存地区として選定されています。佐原は江戸時代に利根川事業により船の需要が盛んになると、小野川沿いなどが物資の集散地として栄え始めました。明治以降もしばらく繁栄は続き、自動車交通が発達し始める昭和30年頃までにかけて、成田から鹿島まで広範囲な商圏を持つ町となっていきました。佐原の町並みは佐原が最も栄えていた江戸時代末期から昭和時代前期に建てられた木造町屋建築、蔵造りの店舗建築、洋風建築などから構成されています。全国を実測し、伊能図という全国地図を作成した伊能忠敬の旧宅と記念館があります。足掛け17年をかけて全国を測量し、大日本沿海予知全図伊能図を完成させ、日本史上初めて国土の正確な姿を明らかにした功績はあまりにも大きいものでした。お知らせの後は、ん？ここはどこ？達人の道、我が町自慢の達人。千葉、神奈川、埼玉の市町村自慢をお届けしているのですが、ん？ここはどこ？達人の道、我が町自慢の達人、番外編、名古屋にやってきました。さあ今日は名古屋の魅力をギュギュッとご紹介しますよ。さあ番外編、名古屋にやってきました。スタートは大須観音。日本三大観音の一つと言われる観音霊場。お寺の中に古事記の最古写本をはじめとする貴重書を多数蔵しています。続いて大須街歩きとグルメの散策へ。大須は商店街と寺社仏閣が混在する町。こちらは神張地蔵。水に濡らした白い紙を自分の体の悪いところをお地蔵様と同じ部分に貼り付けると、その病気を治してくれると伝えられています。あ、名古屋っぽいお店ですね。地鶏カツ、名古屋コーチン有名ですからね。いや、すいません、こちらが揚げまんぼ。これが噂の揚げまんぼですね、はい、あ、美味しそう。早速いただきます。あ、熱っぽい。
生地ふわふわですね。中に丸ごと名古屋名物の綾橋まんじゅうを入れております。うわー、美味しい。なんだか大須って浅草と原宿と秋葉原を混ぜたような感じのところですね。ちょっと、あれ何ですか？なんと車用の信号と歩行横断用の信号が一緒に備え付けられています。いや、なんかこっちを見るってなんか、あ、青だちょっと分かりづらい目立った事故がないのも大須のご利益。七重さんが次に訪れたのは万松寺。ここは織田信長の父織田信秀により織田氏の菩提寺として建立されたお寺なんです。続いては名古屋城。お出迎えしてくれたのは、私が名古屋おもてなし部長隊前田利家でござる。そして陣笠隊夏にござります。本日はよろしゅう拍手お願いします。実はこの石というものは拾ってくるわけではなく銭で凍っておったわけだな。その土地のもので姫路城、熊本城とともに日本三名城に数えられ、大天守に挙げられた金のシャチは名古屋の町の象徴になっています。名古屋城はただいま本丸御殿復元工事中。2009年に着工、2013年より玄関と表書院が一般公開されています。2018年度までに全体公開できる予定だそうですよ。さあ、名城名古屋城天守の中へと進んでいきましょう。金シャチがお出迎えしてくれました。階段を上がっていくと名古屋市内が一望できます。そして今しか見られない本丸御殿復元工事の様子を間近で見学。本丸御殿は近世城郭御殿の最高傑作と言われてきましたが、1945年5月の空襲により天守閣、本丸御殿ともに焼失。現在元の木造建築にしようと復元が進められています。さあ、次は名古屋自慢のランチをいただきますよ。どでかいエビフライのオブジェがありますね。さあ、名古屋のランチといったらこちら。まあ、このエビフライはどえらーでっかいでかんわ。35センチあるということなんですけど、こちらの箸袋がなんと35センチなので測ってみましょう。わあ、35センチ確かにありますね。大きい。食べ応え抜群。こんな特大エビフレアもあります。3本合計1メートル以上。続いては何やら神妙な面持ちの方が登場しました。芸どころ名古屋は辻狂言発祥の地。狂言を街中で楽しめるイベントが開催されていました。その狂言を体験できるということになりました。抑揚をつけて、そして最後の語尾までしっかり息を切らさず漏らさず、三、はい、おはようございます。まだまだ恥じらいがありますね。ありますね。恥じらいがあると我々舞台上ステージ上でやってらんなくなりますからね。三、はい、おはようございます。よろしいですか。狂言を身近に感じることができました。そんな名古屋の自慢を集めたやっと亀文化祭を通じて、名古屋市民だけでなく全国から観光に訪れた旅行客をおもてなししました。いや、盛り上
やっと亀とは久しぶりという意味の名古屋弁。名古屋の街に笑いの神が舞い降りる。名古屋の歴史文化の自慢を一堂に集めた文化の祭典、やっと亀文化祭が先日まで開催されていました。名古屋は長い歴史の中で豊かな文化を育んできた一流の文化都市。街を舞台にして市民の力を結集した多彩なプログラムを展開。名古屋の魅力を再発見できました。お知らせの後、千葉、鎌ヶ谷、そして神奈川、鎌倉市の自慢。達人の道、我が町自慢の達人。番外編名古屋に続いて千葉県鎌ヶ谷市。鎌ヶ谷市は千葉県の北西部に位置する市。県内でも有数の梨産地で、鎌ヶ谷市内には観光梨園が多く見られます。1986年、日本初の梨ブランデー試作品を開発し、鎌ヶ谷市農業協同組合の手により、1987年、梨ブランデー梨の里、梨ワイン梨のささやきの発売を開始。現在も発売されています。梨の他にも、ぶどうやさつまいもなどの観光農園が多く、麺類や酢、ソースも特産品です。自慢というより有名なのが鎌ヶ谷大仏。古くから鎌ヶ谷一帯のシンボルで、新京成電鉄が鎌ヶ谷大仏駅まで延長した当初、行楽客の呼び込みのポスターを貼り出したところ、実物を見た行楽客からあまりの小ささにがっかりしたという話が残っています。鋳造青銅製で高さ 1.8 メートル、台座を含めて 2.3 メートルという大きさ。確かに大きいのですが、奈良や鎌倉の大仏をイメージしてしまうと、ですね。また鎌ヶ谷市は北海道日本ハムファイターズの2軍本拠地。1軍が東京から出て北海道に移った後も変わらず2軍のホームとなっています。敷地内にはイースタンリーグ公式戦などが開催される野球場ファイターズスタジアムと、屋内練習場選手寮があります。かつて斉藤佑樹選手や大谷翔平選手の入団が決まったことで全国の注目を集めました。2014年も東京六大学野球で活躍した早稲田大学有原航平選手がドラフト1位指名を受けました。ここ鎌ヶ谷市で練習することになるはずです。続いては神奈川県鎌倉市。鎌倉市は神奈川県三浦半島西側の付け根に位置し、鎌倉を中心部とする市。あまりにも自慢が多くて、どれを選んでもご意見があろうかと思います。再度申し上げます。自慢は役場、観光協会、町の人、番組スタッフの友人知人など、割とざっくり聞いて番組が勝手にチョイスしています。ご了承ください。それでは Here we go。 まずは鎌倉のランドマーク、鶴岡八幡宮。鎌倉初代将軍源頼朝ゆかりの神社として、全国の八幡社の中では知名度が高く、近年では三大八幡宮の一社に入っているそうです。鶴岡八幡宮の参道は若宮大路と呼ばれています。由比ヶ浜から八幡宮まで鎌倉の中心をほぼ南北に貫いていて、京の朱雀大路を模して源頼朝自らも加わり築きました。二の鳥居からは段葛と呼ばれる車道より一段高い歩道があります。そこを抜けると三の鳥居があり、境内へとつながります。この参道、二の鳥居あたりでは幅4メートルほどなのですが、三の鳥居では幅がおよそ3メートル程度で、先に進むほど徐々に細くなっていきます。人間の目の錯覚を利用し、参道を実際より長く見せ、奥の本殿を厳かに見せるための設計との説があるんですよ。本宮は大石段上にあります。大石段は61段、登りきると桜門、その奥に拝殿とつながった本宮があります。
石段下にある舞殿は下拝殿とも呼ばれています。源頼朝の求めに応じて舞った静か御前が源義経を歌う歌は若宮社殿の回廊で舞ったという説が有力です。吉野山峰の白雪踏み分けて入にし人の後ぞ恋しき静や静静のおだまき繰り返し昔を今になすよしもがな。憲法7年1219年、源頼家の子で八幡宮の別当を務めていた公暁がこのイチョウの木に隠れて待ち伏せ源実朝を殺害したという伝説があります。隠れイチョウという別名もあるんですよ。昭和30年1955年より神奈川県の天然記念物に指定され、鶴岡八幡宮のシンボルとして親しまれてきました。樹齢800年とも千年余とも言われています。しかし平成22年、強風のために大イチョウは根元から倒れてしまいます。倒れた大イチョウは3つに切断され、根元から高さ4メートルまでが7メートル離れた場所へ移植、残る2つは境内に保存されました。倒壊からおよそ1ヶ月経ち、再生への努力が実を結び、ワカメ、ヒコバエが確認され、鎌倉市民を安心させてくれました。続いては由比ヶ浜、そして長谷寺などに向かいたいのですが、その前に腹ごしらえ。鎌倉の食といえばしらす丼ですね。しらす丼は基本的に白飯を盛った丼の上に釜揚げしらすなどを乗せ、タレや醤油などをかけて食す簡単なもので、薬味はネギ、青しそ、刻み海苔などが好まれています。もともと具材に釜揚げしらすを用いる丼は高価ではないありふれた家庭料理だったのですが、しらすの漁獲量は年々減少しています。しらすの水揚げが多い地域は相模湾の茅ヶ崎、片瀬から逗子、葉山に至る湘南海岸周辺。鎌倉でもあちらこちらのお店でしらす丼を食すことができますよ。さあ由比ヶ浜、そして長谷寺や鎌倉の大仏へ向かいたいのですが、タイムアップのお時間となってしまいました。この続きはきっと近いうちに我が町自慢の達人パート5にて放送します。